自在に飛ぶツバメを斬る。それができれば私の剣は無敵のものになる。そう思っております。斬れるかな。斬ります。佐々木小次郎。殿の命は取った。しかし私の命まで自裁に捧げる気はない。それはあさる大名が飾り物として作らせたもの。飾り物とはいえなかなか見事なものですな。茨木屋様も元はといえば名のある武士、下手な刀は持ってこられません。そんな長い刀をどうなさいます。ツバメを斬る。ツバメを。尋常な刀ではツバメは斬れない。それが分かったんだ。佐々木義助の嫡男、一族滅亡の折父上は家臣の一人に命じて赤子の俺だけを城から連れ出し、越前金巻自在のところに預けたぞ。実際は俺に物心がつかぬ時から武術を教え込んだ。武術以外のことに心を揺り動かせるな、白羽のように冷たい心を持て。金巻自体は
俺にそう言った。沖から飛んでくるツバメを切ることができればお前の武芸は完成する。そう言われてよく東尋坊の岩に立った。そうして俺は大坂でツバメを切った。離れろ。え？離れろ。そうだ。お主にも手の届かない相手だというのか。切れば相打ちになる。相打ち？腕の一本くらい失う覚悟はないと切れぬ相手だ。腕の一本ぐらいなんだ。お主武芸者じゃないのか。何の恩義もない吉岡のために腕をなくす気は俺にはないんだな。誰だ。佐々木小次郎。違う。祇園当時という男にお主を切るように言われた。だが俺にはそんな気はないのだ、武蔵。おい、なぜここにいる。お主に逃げろと言いに来た。何？吉岡が集めた手勢80名余り、鉄砲10丁。お主一人で立ち向かえる相手ではない。お主がどんなに強くても、祇園当時は総大将を立てる気でいる。清十郎の甥にあたる10歳の子供だ。子供？総大将を切らねば手勢を何人切ったところで戦は終わらない。それが祇園当時の狙いだ。子供が切れるか。お主なら切る。生きる道はそれしかないのだ。
何を考えておられるのです。よく聞くの。え？俺が何を考えているのだと。時々小次郎様のことがわからなくなります。人の心は誰にもわからぬものだ。そうですね。俺が考えていたのはあの武蔵という男のことだ。武蔵？あの男が吉岡を潰した。足利将軍以来権勢を誇っていた兵法所がたった一人の男のために滅んだ。そうなのですか。しかしあの男は己の強さゆえに自分の生き方を狭めている。だが俺の剣は己を解き放つためのものだ。私のために後藤様に雇われても。そうだ、お主は美しい。美しいもののために何をしても俺の生き方を狭めることにはならぬ。私が美しくなくなった時には小次郎様は私をお捨てになる。そうだ、俺が強さを失った時俺でなくなるように、お主が美しさを失った時はお主ではなくなる。そう思っていつまでも美しいままでいろ。俺は市の一尺八寸の子たちに対して三尺余りのお立ちを持って稽古台を務めていた。し金巻自裁の立ちは鋭くてな。それをやっているうちに技が進んで死に打ち勝てるようになったんだ。来い。戦う前の三段で勝敗の見込みは立つ。勝利の条件が多ければ勝ち、少なければ負ける。戦う前に勝敗の条件をしっかりと見定めることが大切だと孫子は書いておられるのだ。戦ではなく立ち合いではどうなる。立ち合いでこそ相手の技量を見定めることが肝心なのだ、相手がどう出る、次にどう刀が動く、それを見定めなくては勝ちはない、どうやって見定めるのか。そのための目を養うことだ。そのために道場の稽古を励むことだと先生もおっしゃっている。静かにしろ。ここには大勢の人が休んでおるのだ。静かにしてくれ。申し訳ない。勝利の条件がどうの、相手の技量がどうのと机上の議論を交わしたところで武芸は強くはならぬぞ。何？武芸は道場の稽古では強くはならぬ。命がけの立ち合いこそが武芸を磨くのだ。俺たちを侮辱するのか。俺たちを侮辱するというのは俺たちの師大山官兵衛殿を侮辱する者。今議論しておったのは師のお教えくださった孫子の中の一節なんだ。軍学だけでは人は切れん。何だと。我が師大山先生の教えを愚弄されて引っ込んではいられんぞ。よせ心臓、お前は先生の一番弟子ではないのか。だからこそこちらから喧嘩を仕掛けてはならぬと言ってるんだ。お前は臆病者だ。どけ。をしっかり学んでないようだな。何だと。自分が勝てるかどうかその条件を十分に見定めろ。孫子にはそう書いてあったはずだ。何？行くぞ。
こうしてそんなに優しくしてくださるのです。お前が好きだからだ。もう絡むな。ほど広い東国にお前と俺の二人きりだ。ほど人は変わるのだ。相手次第では変わることができるのだ。俺は変わった。だからお前も変われ。なかなかの自信だな。自信がなくては剣の道は歩めませぬ。してその自信のもとは。ツバメを切りました。ツバメを。いかなる鳥よりも素早く身を翻すツバメを己の技で捕らえた。そのしかしそれは十何年という長い修練を経た後のこと。だからこそただの一度でも体がしっかりと覚えているんです。その自信に果たして技がついていっているかどうか。私はここまで生き残ってきました。生き死にだけが標本ではなかろう。命を懸けて渡り合うことこそ標本。私はそう思ったのです。剣の道を教える者。剣術とは身をもって命を懸けて覚えるものだと私は思っております。たやすく人に教えられるものではないと。ならなぜここへ来た。ヤギュウ、私に会うてみたいと言われたからです。俺の矢が切れるか小次郎。どんな矢を。そなたに向かって矢を放つ。それを切ることができるか。ツバメのように。命を懸けて渡り合うことこそ標本。先ほどの主はそう言った。切れと仰せなら切ってご覧に入れましょう。弓矢をこれへ持て。はっ。過ぎたる自信は身を滅ぼすこともある。私の自信はそのようなものではありません。
佐々木小次郎という男を何としてでも倒さねばならん。ぜひ我々に助太刀をお願いしたいのです。高名な宮本武蔵殿の他にあの男を倒せる者はおらぬので。せっかくですがお役に立つことはできません。敵討ちが成就すれば我らの成し得る限りのお礼はさせていただく。佐々木小次郎を相手に争うのはおやめになった方がいい。生半可な器量の者では太刀打ちできぬ男です。そういうわけにはいかんのだ武蔵殿。あの男を倒せば大山軍学者はただ滅びていくだけだ。申し訳ない。いかがか。小次郎。お前たちのような者にはこの小次郎は殺せん。大事にならねばよいのですが。俺は死なぬ。信じてろ。俺は滅多のことでは死なぬぞ。俺が負けると思うか死ぬ。いいえ。そうだ、その心が俺を生かすのだ。そなたの俺を信じる心が俺を強くする。琴様の分まで私は小次郎様を信じております。死の人を信じる心とは一体何だ。相手の心を己の心と思えることです。そうか。二つの心を一つのものと思える心。そうだな。お好きなもの。なあ、
さっさじゅんチェパッド。ではこれでと申しております。六尺。はっ。それで俺は偽物めいた武芸が嫌いなんだよ。佐々木小次郎という者、この九州の地に名が轟いて、道場には訪れる者引きも切らずというありさまらしい。わしは何としても武蔵という男を召し抱えたいのだ。このままではわしの世がすぐにも忠俊に取って代わられる。お望みを叶えることができると思っております。ここで飲む一服の茶が俺にとって一番安らぐ。角兵衛殿の心に何かあったそうだ。何かとは？分からぬ。ただ城の者たちを見ているといつも何か心にあるような気がする。俺は剣だけを頼りに生きてきた。俺の心にあるのはいかにして相手に勝つか、ただそれだけだ。策略を下ろして相手を斬れるわけではない。己の剣を相手の剣より早く相手の身に届かせるか、己が死ぬか相手が死ぬか、ただそれだけだ。幼い頃から剣を教え、物に動じない冷ややかな心を俺に叩き込んだし、金巻自裁を俺はずっと恨んできた。でも今となっては余計なことを考えずに済む生き方をさせてくれた死に感謝せねばと思っている。俺に生きる力を与えてくれたのはそなただ。俺は何者にも負けない。今そう思っている。ところで武蔵殿、忠俊様のところにおる佐々木小次郎という男を知っておろう。はい、二度ほど会ったことがあります。どう思われた？はい、尋常ならざる武芸者だと、そう思いました。忠興様はいずれ小次郎と武蔵殿を立ち会わせるおつもりだ。そのために当地に呼んだ
武蔵殿が小次郎に敗れれば忠興様のご一行も忠利様に劣ることになる。そうなっては家康公に対しての意地も通せぬということになる。勝てるか武蔵殿、佐々木小次郎に。宮本武蔵という男が小倉に来た。宮本武蔵、知っているか。二度ほど顔を合わせたことがあります。どんな男だ。すれ違っただけで凄まじい気迫を感じました。忠利様はいずれお主と武蔵を立ち合わせるおつもりだ。お主が敗れればそれは忠利様がお父上に敗れるのと同じことだ。そうなると家康公に対しても面目が立たぬことになる。勝てるか小次郎、宮本武蔵に。武蔵か。お主のところへ行こうとしていた。俺も。いずれ忠興様の命によりお主のところへ果たし状が行く。その前にお主に戦いを挑んでおきたかった。俺もそなたに己の口から戦うと言いたか。何やら企み事があるらしい。されど俺はそのようなことに関わりはない。俺はそなたと戦いたい。今日で出会った時からこの時が来ると思っていた。いつかはそなたがこの地へ来る。俺もそんな気がしている。